はい、どうも、ヘツボです。ということで、今日もさ、マリオカートツアーやっていこうと思うよ。よろしくお願いします。ということで、次の対象カップとか出てたんだけど、次の対象カップ、ルイージカップ。うわこれは相性悪いんじゃないの？ルイージカップ、これね。うわこれ、あれじゃねえの？これ適性低すぎワロタとか言ってた。あ、これまずもう適性低すぎワロタすぎるやつ1個あんじゃん。これやばくね？これはダメでしょ。全部準適性しかないよ、言っとくけど俺。うわぁ、つらやまだ。つらやまだだね、こりゃ。やばぁ。まあまあね、やばいやばいって言ってもしょうがないからね。はい。ということで、今日もいつも通りみんなでと、あとカップ攻略をやっていきたいと思います。まずはみんなでから。お、今日デイリーとか金もらえんだね、ラッキー。よし、今日も1位取るぞ。まあね、俺にかかれば1位なんて余裕だ。よし、やってやんぞ。やってやんぞ。今日は誰で行こう。今日は誰で行こうかな。今日は、ピーチ。君に決めた。星。これでいけるはずだ。まあね。うわー、お、雑魚じゃね？今日雑魚じゃね ？S とか S1 とかいないぞ。雑魚じゃね？あ、しかもロゼッタプラネット X。もうさすがに私もね、走り慣れましたよ、ここは。はい。走り慣れたけどさ、俺ここポイント出すラインしか知らないのよね。ショートカットとかいろんなあるのかしら。インをついて、インをついて最短で行くんだ。最短でよ。邪魔すぎる、邪魔すぎる。ペンギン危ねえ。ペンギン邪魔だって。ペンギンマジ、ほんとペンギンがさ、ペンギンってなんであんな邪魔なの。ペンギン邪魔すぎない。ペンギンそこら中にいるなって。マジさ、もうもうさ、おとなしく家に帰ってくれ。今日のところはお願いだから。今日のところ、いやーくそ、あの野郎、あさっき あのオープニングからちょろちょろしてたピーチじゃない。あいつ許しはしない。あいつのことは絶対に許しはしないぞ。アイテム2つしかなかったとしても、やつとは差し違えてでも倒す。ふん、雑魚が。この私に勝てるとでも思っているのか。まったく。こっちはピカピカなんだぞ。あのさ、もうノーマルごときがさ、舐めた口聞いてると痛い目にぞ、マジでや。しゃ。あ、なんか後ろからなんか、ロケット的な何かが接近してる気がする。いいよ、いいよ、今んとこいいよ。ただ、こっからもう全、あーもう、なんであいつ俺に向けて進んでくるの？なんであいつ俺に向けて進んできやがったの？マジ、ほんと腹立つ、今腹立ちの限界を超えたよ、マジで。うわ、ちょ、カメラに映ってくるんじゃねえ、ヒゲ。うぜえ、このヒゲ、マジうぜえ。来てみやがれ、いつでも来ていいぞ。あぶねえ。いけたよっしゃ、オッケー。ふぅ、あぶねえ。マジ危なかった、最後。マジやられたと思った。あぶねえ。なんとか勝ったね。いや、ということでですね、今日も余裕じゃないけど今日もなんとか1位一発で確保することができましたよ。はい、ということで続きはカップ攻略やってみよう。はい、何ですか？なんかくれるの？ ありがとう。うん、1位2回ね。いや、ありがとう。やばい、またなんか新しいルンバもらった。こっちは？あ、もう1回取ったらもう1個ルンバもらえるの？これもしかして。なるほどね。ちょっとカップ攻略やっていこう。カップ攻略、あ、何？カップ攻略かつ金ももらえるんだ。めっちゃいいじゃん。じゃあ、ちょっと1個クリアしちゃったんだよね。昨日のデイリーで。まあいいや、キラシップあるからやっていこう。え、とはいえ、これ金もらえるからもう一回しよっか。金は大事よ、金は。最終的にさ、
金の力によってマシン許可するしかないからね。もう金はもうね、300円とはいえ受け取っておくに越したことはない。はい、あ、なんだろうこれさ、今なんか俺ポイントモードじゃなくてさ、完全になんかあのより多くより早くとかってなんかさ意識が自分の中にあったんだけど、こうはこのどっちも走ってるとさ、こう意識を切り替えれないとさ、あのもうやってることがスピードスケートとさフィギュアスケートぐらい違うからやばいよね、切り替えられない。まあ別にここはそんなになんかあの無事元気にあの最後まで走り切ってくれればそれでいいというか、なんかそんな感じだよね、うん。さて、あれ後ろから誰も来ないな。なんか一人旅もなんか寂しくない？すごい、この真夏のさクリスマスツリーってあのオーストラリアの方だと真夏のクリスマスツリーなんじゃろ？なんか俺聞いたことあるよそういうの。あ、何あれ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 、タイヤの跡とか初めて見た気がする俺。ああいうのついてんだね。すごい、いつの間にかなんかこうグラフィックが強化されてる。あー、ちょっとなんでそういうタイミングを見計らって、あれ絶対さアイテム取る直前とかさちょっとブレーキかけてる赤コーラ。あ、もうちょっと待った方が俺決めれると思うから、もうちょっとあのゆっくり飛ぼうみたいな、そういうのやってるよあれ絶対。8305どうでしょうか。8305良いのではなくて、うん、ニューレコードでね。まあマジでこれはもう多分もう走ることはないと思うけどまあいいか、レッツゴー。久しぶりだな、久しぶり。もうジュニア、よし、ジュニア金サクッともらっていこうぜ。いい車だねジュニア。それどこで買ったの？お、お、あ、これなんかの反対だな。これなんか順路は走ったことあるけど、これはなんか初な気がする。全然ポイント出す気ないっていうね。金が取れればそれでいいんですみたいな。とはいえ、金が取れればそれはいいんだけど、とはいえ、星も欲しいんだよね。お、なに？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 誰？誰今、俺に向かってバナナ投げたの？誰？バナナはさ、自分が踏む覚悟があるやつだけだぜ、投げていいのは。よし、味をやってくれただろうか俺のバナナたち。オッケー、しゃ、3回ターボいいんじゃないでしょうか。あー、これさたまーに俺この火当たるときあるんだよな。もうなんかダメそうだったらもう大きく外にずらすからいいんだけどさ、たまーにがっつり当たってぐるぐるんってするんじゃな。あれでももうほんとあそこで切れちゃうから、ほんとこう、あわ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 だね今の。ああ、今ボサッとした。あっしゃ、危ない危ない、あっちょ危ない、自分のバナナ、自分の置いてきたバナナ危ない。はい、え、十分じゃない多分、11274だったら。ここで1万2000とか3000は要求してこないのではなかろうか。ほら、ほら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 、余裕余裕余裕。はい、コンプリーター。はい、ありがとうございます。じゃあ次。レースはラストね。マリオサーキット 2X。どうしようかな。最近ガンギマってるやつ調子いいからな。ガンギマってるやついっか。今日もガンギマれよ。いや、今日もガンギマってるな。もう。この状況を見る。やべえ、ガンギマってるやつもう一人いた。あいつの方がでもガンギマってるな。あの、その斜め前のやつ。
やっぱな、ガン決まってるからさ、やっぱさ、スタートすらもうできないぐらい、もうなんか弱ってる。もう、お医者様のあの言うことは聞いた方がいいぞ。あ、うぜ。うぜ。うぜ、あの上司の子供。上司の七光うぜえぞ、あいつ。今これ、マリオカートって、上司とか部下とか関係ないんすわ、みたいな感じだな、もう。OK。やった！あれ、うぜえな、あのジャンプ台にがっつりバナナ仕掛けてあったら俺多分当たるよ。後半。いやー、今の、あいつのせいでコイン取れへんかったわ。もうあれ、無理にコイン取りに行くと食われてたでしょ、あれ。もうええって、もうええって、何回投げるの？何回投げてくるの？弾をさ。もうええって、もうええって、これはなしでしょ。ほい、ざま、ざま、ざま、MQ、MQ、MQ って感じなんだけど、もうざまだな、あいつ。今のはないわ、マジ。ほんと、すさまじい量の弾飛んできた、マジ。いやー、なんとか耐え切ってよかったわ。さて、まあ当然コンプリートしちゃうな。オッケーオッケー。次、うわー、来たね来たね、踏んづけろチビカロン。うわー、いけるかな、いけるかな、みんな俺に力を貸してくれ。もう俺これが一番苦手な、この世で一番苦手なんだこれ。いける？いけないな、これ多分。すげえミスってる気がする。これ多分20とかでしょ？あ、これ多分全然ダメだ。もうさ、ほんとさ、このカロンたちもさ、あの器用にかわしてくんのやめてほしいんだよね、マジで。あー、これ絶対20でしょ。多分ダメ、これ15じゃ無理。お、いけた、意外といけた、ありがとう、意外といけた、ありがとう。ということでですね、いやー、無事攻略できてよかった。はい、こんな感じでね、あのキングテレサカップまで攻略終わりましたと。こんな感じで明日もね、順次攻略していこうと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それではまた。